はい、こんにちは。沖縄はおばばです。はい、えー、先ほどね、エネルギー価格の高騰が、かなり影響しているというお話をしましたけど、えー、値上げですね。またまた、あー値上げのね、値上げのなんていうのかな、エネルギー価格だけじゃなくて、えー、新たな、新たな原因が出てしまいました。はい。 わかってる方はわかってると思いますけど、はい。そうなんですよ。数時間で、なんと、なんとね、3円も、円安になってしまいました。はい。そういうことでございます。はい。円安ですね。円安。これは大変ですよ。いろいろなものをね、えー、日本は輸入してますから、ああ、まあ、 いろんな輸入のものもがが値上りしますはいもちろんねこれはあのー、完成品に限ったことではありません材料もですねはいいろんなものを輸入してますからね日本では作ってないものもたくさんありますまあそういうことです、えー、ますますこれはスタグフレーションのね 足音が足早になってきたということです。はい。えー、大変なことになりますよ、これ、えー。大変ですよ、本当に。まあ、数ヶ月先を見越してね、えー、今からちょっとずつでいいので、本当に腐らないものはあ備蓄しておいた方がいいです。はい、えー。多分かなり高くなると思います。消耗品などもね。えー、そういうことです。はい、えー。原料も、はい。値上がりします。 そういういことです例えばね、えー、お肉なんですけどお肉ほら牛さんや豚さん育てている人は分かると思うんですけど、あのー、あと鶏肉もそうですね、えー、あれですよね、あのー、ご飯ですね彼らのね、えー、あの家畜のご飯ですはいええー、そういうことですまあ中にはね あのー、違うっていうこともある、そういう稀に見る農家さんもいるかもしれませんけど、ほとんどが、ね、ほとんどが輸入です。はい。そういうことです。なので、えー、今後ね、食料品の値上がり、特にね、お肉類の値上がりはね、多分顕著になってくるんじゃないかと思ってます。 すすごごいいい円安でございますはい、これはまずいですよ、うんえー。まあ、口を酸っぱくして言うようですけど、えー、あまりにもね、材料が多すぎます。はいエネルギーの高騰だけではなく、ここに来て、えー、円がガタガタガターっとね、値、えーね、下がりしてしまいました。暴落です。はいまあ まあ本当に節約生活するしかないですね。はい。そういうことです。はい。今のうちにね、すべて、えー、できるものは安いうちにね、えー、揃えておきましょう。はい。えー、まあそういうことですね。これ大変なことになりますよ。はい。まあこれもね、向こうの計算のうちですけどね。向こう側の計算のうちでございます。はい。 ままあ、そういういことです。えーまあ、事態がねどん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 こうちょっとね良、えー、くない方向にね進んでおりますのでね準備しといてください準備できてればねそんなにねそんなにあの心配なことはなくなりますはいえー、みんながねあこれ高い俺これ高い っていう風にね言って買うのを買い控えしてる時に、えー、あもう買ってるから大丈夫安心ってなりますからね、えー、特にね、あのー、全てのもの、はい、いろんな材料例えばね国産のねチョコレートなんていうのもありますけど国産のチョコっていうのはカカオ豆ね、えー、原料を輸入してますからねそういうことですでしかもね、えーまあ、材料の、ね、ほとんど お,こしお菓子なんかはね輸入に頼ってますしね、えー、そういうことですはいまあお菓子に限らずですけど、えー、コーヒーなんかもね高くなるでしょうはい、えー、お茶もそうですねお茶はまあ日本茶がありますけどね、えー、でもねまあちょっと日本茶はね農薬がすごいんでね、えー、私はあのー、日本茶は吸収 えー、給水のね、あのー、オーガニックの飲んでますけど有機のね有機マークのまあそんなに値段はあんまり変わんないのでね100円ぐらいしか違いませんので、はい、まあそういう感じですまあとりあえずねこれからどん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 いろんなものが高くなるので今のうちに腐らないものはね、えー、買いだめ買いだめしといた方がいいかもしれませんちょっと腐っちゃうようなものはダメですけどねはいまあそういうことですはいえー 大変なことになってきました。はい、縁がね。もしかして125円これいっちゃうかな？って感じですね。はい。はあ、<laughs> まあ、本当にあのー、シナリオ通りなんでねえー。ちょっとうーん。って感じですけど、はい。まあ、そういうわけで。 皆さんあ何度も強調しすぎるようですけどお今のうちに、えー、腐らないものは、うん、多めに買っておきましょうということで今日の3度目の配信でしたはい沖縄オバマでございましたはい皆、うん、さん可愛い,いですよね